はい、皆さんこんばんは。ということで、ということでですね、はい、なんか暗いな。なんと、ディアーズならチャンネルビヨンワールド、別名水球と呼んでますが、はい、今日でなんと、はい、50回を迎えました。ということで、はい、いつものディアズナラを今日ギターじゃないんですけど歌います。携帯ということで、ちょっとこんな体勢で今日はですね、ちょっと可愛らしくピアノの音ですが、練習してないんで多分間違えると思いますがこれ音声大丈夫ですかね。本番始まってんのに、ね、音チェックしてるっていう。ということで、なんか、はい、へったくそな、はい、ピアノで、ね、でも、なんかすごい素敵なリズムがありがとうございます。ということで、まあ、50回目っていうことで張り切って張り切ってやっていかなあかんのですけど、まあ いつもながら、はい、グダグダな、はい、ゆるゆるな番組ですので、と言いますかね、本当に、この番組を
今日は初めて多分、見てるであろう方がいらっしゃるのか、あれなんですけれども、皆様のおかげをもちましてなんと50回も多分実質はちょっと50回ですかね、もう50回という切りのいい数字でですね、迎えられたのも本当に、皆様のおかげでございます。そして、このね、ディアズナラというインターネット放送局を立ち上げた、られた松岡さん、どうもありがとうございます本当にちょっとここ最近休んだりして休みがちになってましたが、はい、元旦も、はい、張り切って1分ぐらい流れたと思うんですが、この番組はですね、奈良というのはね、歴史がすごく、奈良、日本の都のね始まりで、いろんな、歴史のあるね、建造物とかが多いんですが、この番組は奈良の、場所とかそういう土地ももちろんそうなんですけど、人というね、人にフォーカスを当てて奈良で、活躍している方と頑張っている方、それからね、とても面白い方からいろんな方を紹介ね、されてますので、私の番組以外でもね、いろんな番組あるんですけれども、まあこの番組は、はい、ほぼゲストさん頼みという番組で1年間やってきましたので、本当に50回の中で出ていただいた方、本当にありがとうございます。ということで、今日は本当に50回記念にふさわしい、超大物大物、アーティストの方ミュージシャンの方がもしかしたら来てくれるかも知れません番組は9時半までなんですけど、来てくれるまで居続けようかなと思うんですけど、この後私の後の番組10時からSラジっていう、番組あるんで、なんとかその番組食い込むか分かんないですが、ということでね、今日はですね、大変、素敵なゲストの方がこの50回を記念、50回記念でたくさんの方が応援で はい、もうさ早速これマイクですか、はい、ちょっとあ、もうちょっと化粧、あ、ごめんしてきた私はなんか突然、はい、突然はい、登場ということで、登場すると思わず見学に来たつもりがこの後に来てますけど、はい、もうちょっとマイク多分、ね、はい、声がね入らない、はい、こうやって喋るんですか、はい、これぐらいまでこれぐらいまでですかはい、はい、今日はいじりに来ました、はい、早速なんですけど、はい、突然来た割には、はい、
ちょっとプレゼント、はい、すごい、すごい、まあ、まず、あ、あの、泣かないでくださいね。え？なんやろ。怖い。あのですね。はい。何回か放送を見させてもらってて、はい、大橋さんが、はい、よく詰まってるので言葉、はいはいはい、あの天ぷら食べたら、うん、ペラペラ喋れると思いまして、はい、でも天ぷらを持ってくるのは、はい、もうご飯も済んでるであろう時間帯なので、はい、ちょっと脂っこいのできました。ご飯、うん、大丈夫ですよ、まだ。何でしょう、これ。ね、はい、ちょっと見えないんですけど、はい、オリーブオイルですね。オリーブオイル？これを飲んでいただいて、はい、これを、はい、はい、ペラペラ喋れるようにどういうあれですか、これは。いや、これはちょっとこれは私これはね、はい、あの油だけやったら何ですんで、はい、アスパラガス、はい、アスパラガスに振りかけて食べていただこうかって、はい、持ってきましたっていうのは天ぷらでいくのも何やなと思いました。さすがさすがでこれ飲んでいただいたらペラペラしゃべれるんで、はいはい、じゃあ早速え、今すぐですか？ちょっとこの辺油あ、油、そうですね、じゃあもうこれ、はい、あ、生でそのまま次回はじゃあこれで、はい、次回これ、はい、アスパラガス、はい、え、別にスーパーで働いてはるってことですね。違うね。ねえ、はい、あの自己これでも緊張して自己紹介を、はい、あ、そうか、あの私の、はい、私は何で私の何ですか？そこら辺がちょっと役になりますね。私の兄のあとかね、とかね、はい、な、あ、はい、あ、今日は見てないかな見てるわけない。今から何やったらしますか？でデザイナーイラストレーターさんであります。合ってますよね。はい、あの時々女優も、あ、女優もはい、ね、女優業、はい、女優業もされてる、はい、上西ゆかさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。カメラ目線でこれ一応残りますからね、またあの YouTube とかで見れる。いやー、本当にありがとうございます。なんかプレゼントいただけたの初めてです、50回にして。あ、そうなんですか。はい、なんか花束とか皆さんにいただくのかなと思って。あ、そう、花はなんとねはい、はい、どんどん言ってください。はい、そしてなんか お二人似てますよ。昔、え、私、あ、そうそう、ベレー帽でね、あ、帽子がかぶりましたね。打ち合わせもなく、なん、いつもかぶんねんな。そう、最初に初めてね会った時に、あの、あ、写真撮ったじゃないですか、あの時、うん、ね、服がかぶってるっつって、そういつも行く時に今日はチェックかなんかチェックをしていかないと。かぶる、よくかぶる。しましまとは危険ですね。はい。このつい先日はね、青空バルという青空バル君、青空バル君大成功に終わった、はい、イベントのね、もう一番長でされてました、城野さん、はい、はい、もうこの番組ではおなじみですよね。あ、そう、3回目です。もうね、はい、準レギュラーで今日もあの、はい、駆けつけていただきまして、はい、ありがとうございます。はい、そして、2回目、はい、前回はね、あのお盆スペシャル
このスペシャルの時、うん、暑い時にあれ以来ですよね。はい、はい、船山さんです、はい、あのよろしくお願いします。はい、このメンバーはどうしてそれずっと待ってるいやなんか落ち着くかなと思ってここ辺にさせたらこの辺さ、はい、ね、いや今日はあのまだまだねゲストの方いらっしゃいまして、ビッグゲストは私たち、ちなみに私たちではありませんので、はい、いやもう女優さんに、はい、私のことが知られると思ってますチャンネルはそのまま、はい、皆さんね女優業もされてるということでと言いますのは今日はあのなぜ私こんな格好してるかと言いますと、もう間もなく公開映画公開されます義中傑というね、はい、秋原北院監督のもと、奈良は桜井でロケはね、はい、去年の11月でしたかね、11月ぐらいでしたかね、ちょうど秋紅葉がちょっと始まるかけたぐらいで、奈良でロケがあったんですよ。それでなんとそのスクリーンデビューを果たされた、はい、方々でもあります映ってるかな映ってるかな自分にしかわからない映ってたらちょっと、ね、恥ずかしくてはい、で、ステイしすぎたかな、ちょっと反省してます、うん、顔変わってました奈良では、橿原の東宝シネマズ で、5月のいや 11日曜日の夕方の4時半からでして、まだ、はい、あのチケットもございますので、あれ映画のあここやった、これちょっと大きくできるかな、あれみんなあこれはい、でちょっと映画の、はい、画面に、はい、こういうチラシ、ちゃんと出るんですね、はい、義仲伝説義中傑というエミリちゃんが、はい、ね、中山エミリさんがね主演で、あ、はい、このお、この中にこの方はこれはこうやったら、あ、ここ画面が下に、はい、出てますのでね、もうすぐですよね、この映画に、はい、ご出演された女優3名の方に来ていただきまして、はい、はい、ちょっと戻します、はい、ということで、はい、あ、まだ、あ、まだ20分のことですね時間は、いや、ないです、全然何を3人で演奏とかね、いやいやいや、もうね楽器忘れた、私、あ、私も2個忘れた、じゃあ2個1個
工場の月です。やっと忘れてきた。ムーンリバーを一曲弾けるようになりました。素晴らしい。それ車の中置いてきた、はい。ちょっとそのままでは。あ、今から向かいますっていうことで、ほんまですよ。あのこのすぐ近く。あ、もうすぐ近くまでいらっしゃってるんですか。はい。私たち椅子を温めてます。本当に本当に来られますよ。嬉しいです。ちょっとカメラワークをお願いしますね、その際。あのそこガチャって言った時にあのグッとあのタケちゃんお願いします。さっき紹介しておいてもいいか。今日はあと、お二方今、ミュージシャンの方がいらっしゃって、私たち一瞬ちょっと行きますね。これはここに忘れないようにしてください、ね、ちゃんと、じゃあ、はい、あ失礼します。ウェニスさん残っとる。私残っとく、はい、あ、はい、じゃあ私端っこで残る。あ、じゃあ、はい、場が持たないで。いろんな方に今日は番組、入れ替えせて、こんばんは。こんばんは。うわ、すごい。すごい。こんばんは。なんというジャンルのなんかこうよくわかんないことなんて思った。はい、もうすぐ来られるみたいなんですけど、それまでの間、じゃあ、間をつなぐ、はい、以前木津川アートでもうご一緒させていただいた、竹中洋平さんです。はい、竹中です。すごい緊張ですか。ここのバーも緊張するし、あの大物アーティストさんが来られるのも緊張するしで、はい、あ、そして竹中さんは、はい、ね、まだありますか、打楽器あ、一応、はい、奏者の方なんで、一応、はい、オープニングでちょっと聞こえてたのは、はい、グダグダでしたけどという感じで急遽駆けつけていただきまして、はい、好物らしい、はい、はい、おいで あ、大丈夫はい、そして、はい、もうちょっとね、馴染みすぎてあんまりこう目新しいことないですけど、はい、今日はちょっと当ててきました。アフロを私忘れてしまったんですが、それにちょっと近いぐらい。ちょっとパーマ。はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。50回中、最多最多だと思うんですが、ね、何回目でしょう。わかりません、奈良を代表するピアニスト、榊原明子さんです。よろしくお願いしますということでね、で実はこの義中傑、皆さん出演、女優さん、俳優さん、ね、竹中さんも男優さんって言うとなんか別のはい、ね、で今日は、はい、私と、はい、出てましたが実はもう多分言ってる話でもいいと思うんですけど、今日は秋原監督にも今日映画関係の出演者の方も来てくれますよっていう話をして、実はそのこの映画のワンシーンをこの、榊原さんのピアノが聴けますので、はい、
1分程度ですでね、音楽もちろん、俳優としても今回この義中傑に出演されてる、日本でもね、もうおそらくトップの、パーカッションニストのスティーブ・エトーさんが音楽監督もされてて、スティーブさんとのね、やり取りとかもあったんですけれども、どうでしたか、その実際にシーンをつけてあ、シーンに音楽を、音楽どのシーンかっていうのは私言われそれは言われてへん、それはちょっと言えないですかね、はい、そうですね、まああの鎌倉時代のっていうのを言っていいんですかね、あ、それはそれは言っていいんですもう何をどこまで言っていいかよくわからないけど、まあ、鎌倉時代のその映画っていうことなので、そこにこうピアノでどう入っていくかっていうのを結構試行錯誤があったんですけれども、あの、はい、スティーブさんの、あの名案もありいい感じに仕上がったのではないかなと思います。ですよね、はい、はい、ねえ、本当だったらね、スティーブさんよくなんか奈良に来られてるみたいなねえとか言ってね、来てくださったらいいけどな今日はあの、はい、あ今日はそうですね、はい、一応アコーディオンをまた持ってきてます、あのピアノは持ってこれなかったので、なんか準備なんかしましょうかせっかくなんで、じゃあせっかくなので、じゃああのと言ってたらなんとなんとなんと一曲だけここにありますここに座れ、はい、ここに座ってくださいはい、スティーブ・エトーさんでーはい、これあの奈良から世界発信してる番組でして、はい、もう奈良といえばもうスティーブさんほんとすいません、なんかもうお忙しい中、今回僕はもうプロモーションに来ただけだからこんなありがたい話じゃないですけどね、はい、マイク、あ、マイクよ、マイクここでこうもう横顔がずっとカメラさんもうちょっと正面に、はい、すいません、あ、こうなればいいんだよ、はい、あ、どうも、はい、はい、あ、ということでもう、あ、持ちますよ、ね、すいません、いや、でも持ってもらうのもおかしいじゃないですかいやいや、もうこんなそれもあまり 今現在役に立つ気がしないんですけど、あの今日は一応あの義中傑の、エキストラで皆さん、出演者の方とか、はい、あの、ワンシーンをつけていただきます、はい、今放送中、放送中ですよね今それマイクに入ってる気がしませんよそれ、はい、ええ、はい、もうで、なんでアスパラ持ってるんですかこれ、スティーブさんにそれは嬉しいです、今生のアスパラが欲しかったところです、冗談です、本当に、こういうのを、ええ、あ、これはもしや被り物ですね、ただ僕の場合、そういう角物を被るとあの鹿になるつもりがセント君になっちゃうんですよねそれはあのじゃあそれをまさに被り物作家のチャッピー岡本さん、被りますけど、被るとほらセント君になっちゃうんですよ私の場合はね、サンバイザーつけたセント君になってしまいます少し恥ずかしいです今そうなんです、いえいえいえ、番組やっていう感じ、そうですね、いきなりかぶりもんから始まりましてねあ、どうぞはい、はい、すいません、もう時間がね、おそらく
いやいやいや、でこれはこの後どう進行していくんでしょうか。では早速、1曲ご披露え宣伝をじゃあお願いします。いいですか、ちょっとすいません、はい、意外とこれ熱いなとあじゃあちょ持ってきましたよ、はい、プロモーショングッズを。あ今こそちょっとこれお願いしていいですか。ちゃんと待っていいですか。はい、いや今回別に私奈良に、はい、今日一泊だけ来たんですけど、はい、別に演奏しに来たのではなく、はい、ちょっと5月の30日の金曜日なんですけど、5月30日金曜日、薬師寺さんの方でですね、はい、私も最近非常に奈良も好きになってきているんですが、はい、奈良の10倍ぐらい友達がいる奄美大島というところがあって、はい、そこは私この11年間ぐらい大好きで、はい、今年すでに3回行ってるっていうぐらいちょっと異常な頻度になってるんですけど、はいはい、そこのいわゆる島唄を歌う方で、はい、もう今年御年80歳になられるんじゃないかな、浅崎郁恵さんっていう方がいらっしゃいまして、その方の公演を薬師寺さんの、はい、現状参道院伽藍のスペースでやらせていただくっていうちょっとご縁をいただきまして、はい、こういうものを作って今絶賛プロモーションを行っているというところなんですよ。で、5月30日金曜日で午後6時会場、開演は6時半と、はい、前売り4500円で、明日から E プラスで販売しつつ、この辺だとですね、サンルート奈良さんとか、はい、それから薬師寺門前のアムリットさんとか、はい、かなかなさんとか、はい、ホッツさんとか、はい、この辺りで前売りも取り扱ってくれますっていうか、そのチケットを僕は明日あちこちに配ります、うん、はい、明日はもうひたすら営業活動で、はい、で浅崎郁恵さんという方は奄美の出身で島唄を歌われるんだけれども、はい、島唄っつっても大概の島唄の近くをこうなんか酔っ払った勢いで歌うのは多いんですが、この方の歌の場合はちょっと神様と会話をするような、はい、ちょっとこれ俺涙出るかもしれないと思うようなコンサートを企画してます。他に島唄の方で内道夫さんとか佐藤智樹くん、佐藤アリスちゃんとか、はい、田中敦史さんとかこういう方々が一緒に出てくれますので、はい、来てね、ぜひね皆さん来てくださいねそう、はい、このそうでタイトルは奄美からの風歌走りって言います。でこの辺は足火っていう植物花がやはい、いっぱい咲いてますよね。で僕その足火っていう文字がこの辺いっぱいあるんで、僕こんな喋ってていいんですか。はい、あそうですか、 あるんで、まあ、何だろうと思ってて、でなんで何だろうと思ったかっていうと、奄美、はい、の言葉に足火って言葉があるんですよ。でそれは遊びっていう意味なんですよ。遊びっていう意味で、で歌足火っていうのは向こうの方々がこう即興で三味線伴奏とか太鼓鳴らしながら即興で歌をみんなで歌い回す、あるいは男の人と女の人が即興でなんかこう恋の歌を歌い合うみたいな、そういう遊びが、歌の遊びがあって、それを歌遊びっていうんですよ。でなんだここに、あここにあるのは植物なのかと思って、あすいませんね、ええ、思って、あじゃあ歌遊びっていう言葉は島の人にとってはあるし、ちょっと、なんかよく聞くベタなタイトルなんだけど、はい、奈良の人たちはこの遊びに引っかかってくれるかなと思って、でこれもちょっとした縁だなと思って、面白いなと思って、うん、奄美からの風歌遊びというタイトルにしました。はい、ひたすらプロモーションを行っておりますけれどもいかがでしょうかなんです、いや、本当にすいませんこれだけやって帰るっていう、あいつまでもすいませんね、まあ、なんでしたその辺にもう、1枚貼っといていただけたらね、いいですね、ありがたいですね、もうそろそろ手痛いんじゃないですか、ね、はい、大丈夫ですよ、はい、一枚じゃあ、まあ、そうですこちらに貼らせていただきます。ですから、何でしたらですね、はい、これを掲示してくるお店とかございましたら、プロモ、よろしくお願いいたします。チラシも持ってきてます。上で絶賛プロモーション展開中でございます。はい、もう素敵なタイトルで、本当、そうですね、足火って、もう終わったくらい、まだ咲いてるくらい、もうぼちぼち終わるくらい、あれ軽くなんていうんですか、麻酔作用っていうか軽い毒があるっていうことなんですよ ね。でなんか鹿が食べないんですってね、なもんで増えちゃってるんですってね、馬が酔う、うん、馬が酔う木って書いて、ね、面白いなと思って、うん、で奈良と奄美っていうのもすごくこう実は遣唐使の時代からつながってて、奈良を出た遣唐使が奄美に寄って、
そこで水とか補給して中国の方に行ったりしたみたいなんで、実は奄美大島の北側には大和村っていう、大和っていう村があったりするんですよね。だから意外とこれは1300年、はい、1300年、のつながり、低圧で、はい、そういうことですそういうことですよ、はい、なんですよ。なので皆さん、ご来場お待ちしております。ぜひ、明日あちこちに私マイル券を配りまくりに、巻きまくりますので、ぜひそれをお買い求めいただきたいというところでございます。はい、ありがとうございます。以上でございましたパチパチパチ。このちょっと前も来られます。奈良に来られます。あ、この前にですか。あ、そうですね、5月ゴールデンウィークのあたりはちょっと私関西方面で動いていまして、5月の3日にやはり奄美 の出身で、まあ、島唄も歌うけどポップスも歌う木月みなみちゃんという方 のライブで大阪の方に行きます。はい、で4日は実はこの奈良の中でライブやるんですけど、もう売り切れちゃったんで、言わないで、5日は京都のどっかで夜中やってるはずなんです。で6日は大阪の雨村の方でやってます詳しくは検索してねみたいなスティーブ・エトーで検索してねみたいな、はい、そういう感じで、そんなところなんですよ。すみません、なかなか1分と聞いていたのに超過料金どれぐらいなんですか。超過料金これで1分あたり500円だとしてももうなんか6000円ぐらいになってますよね。いやもう、はい、あ、そういえばはい、ね、なんだかんだいろいろご協力ありがとうございました。こちらはこれも言っていいんですかね。はい、もう、この間ちょっと私が、関わっているちょっと映画のようなものがありまして、はい、あ、映画のようなものがありまして、それでちょっとお手伝いいただきましたね。はい、まあ、何の説明にもなってませんね私より、はい、彼女が、はい、ピアノ、ありがとうございます私が今映らなかったですね。私はじゃあ改めまして、いつからこう5月あたりから全国でちょぼちょぼとこう、はい、ちょくと、まあ、全国一斉ドーンじゃないんですけど、あちこちで順繰りに公開されるんですけれども、ね、はい、義仲伝説義中傑でしたっけ、はい、ね、木曽の義仲のことを題材にした、はい、まあ、空想時代劇ですかね。物語は何て言うんですか、まあ、割と、作られたフィクションなんですけど、はい、そのオープニングのテーマをお願いしました。あ今そうです今までオープニングっていうのを言っていいのかどうかでちょっと今伏せてた。あ、本当ですか。あ、 OK なんですね。まあ僕が頼んだからいいんじゃないですかありがとうございます、オープニングのでピアノをお願いしましてね、で実はものすごいそのミックスにすごい荒技を使いましたよね、はい、色たもうこれも言っていいですね、いらっしゃいませパターン、まあ、時間何ですか、時間は絵は決まってるんでその尺で何トラックも送ってくれたんですよ。どうしようかなと言って、でもおすすめはこれとこれでどうしてと、で試しにこの全く関係なく撮った2つのトラックを同時に鳴らしてみようと思ったらそれが良かったんですよね。ね、絶妙でしたね。絶妙にね、はい、うん、でしかも微妙な不協和音が一発あったりしてそれがまた少し気持ちいいみたいなのがあってそこも聞きどころなんで、この辺りはいつ どこでしたっけ、関西方面は5月の10日が京都、京都で、京都の あれあそこですね、それの僕プロモーショングッズは何も持ってないですねすいません、もうこれでこっちが大変でいろいろ大変でそちらのグッズが今ないんですけど、京都シネマ、京都シネマ、です。11、12で京都シネマだそうです。奈良が11の橿原の、あ、橿原、あ、そうか、橿原でねやるんですね、はい、なんとかでね、はい、とこでね、詳しくはウェブでね、カエルカフェっていうとこが制作しています。カタカナでカエル、ぴょんぴょん飛ぶカエルのカフェでここでやってますんで、タイトルはちょっと覚えにくいのでカエルカフェで行ってみてください、はい、私もそれはちょっと出ていまして、ちょい悪な武士の役で出ています。はい、そういうわけですね。すいません、プロモーションばっかりすいません。ちょっと用意して、せっかくなんで
ティーブさんのために奏でてくれるそうなんで。え、わし、わし、何？もうプロモーションは、え、プロモーションもう十分、すいません、ずうずうしく終えたんじゃないかと。あ、え、では、あの、大変厚かましいお願いで、スティーブさん今座って座っていらっしゃるのが椅子ってない、ご用意された。本当は本当はこんなことは絶対あれなんですが、今あのちょっと本当に本当にもう特別ですよ皆さん。はい、この番組なんかあれは、はい、ユースト毎週やってるんですか？毎週やってます。はい、奈良から、はい、まさに奈良の今、はい、スティーブ・エトさん、ではよろしくお願いします。いきなり司会の方シャキッとしてください。ではどうぞ。すいません。今全くね、即興でしょ今の、うん、
濃いですけどね。スティーブさん。いや、ありがとうございます。もう本当に。じゃあ今閉めていただきますので、よろしくお願いします。いや、本当ありがとうございます。いや、ちょうど先週ですね、先週ね、あの今日この番組50回目私担当させていただいて、ちょうどもう1年になるんですけど、50回目なんですよ、ええ、でやっぱ50回ってキリがいいじゃないですか、ええ、で先週あの、大物の方ご用意してますって大物のゲストの方が来てくださいますよって、言いながら そのまさか今日は記念日だったんですね。そうなんですよ、本当に記念日で、そうですね、僕もこの20日でお誕生日です。ありがとうございます。おめでとうございます。まあまだなんですけどね。今度の20日って日曜日ぐらいでお誕生日です。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。せっかくなんで、あのスティーブさん、あの何年か前ずっと奈良に、あ、曲お住まいになられてたんでしたっけ。お住まいになられてたんです、はい、なんか奈良のこれ奈良から発信の番組でして、ええ、何か奈良のこと いろいろあると思うんですけど、なんかお話、奈良といえばっていうような判別不能なんですけど何奈良を一言で言うとどんな感じですか。あ、奈良ですか、はい、いや私非常に居心地がいいんですよ、非常に。で、内緒だから言わない、うん、内緒だから言わないけど、はい、内緒だけどね内緒だけどそんな感じです。ありがとうございます。なんか最近奈良での輪も増えてきてありがたいです、はい、まあ、一番友達がいるのは奄美大島で、はい、50年も住んでるのにすっげえ友達いないのが東京なんです。あ、全然友達いないですね、ねえこうリアクションがないんですね。わかりました、こっちに向かって一人で喋ってればよかったんだよ、僕は。後ろに回しちゃいるから、なんとなくこう喋ってみたんだけど、こっちに向かって一人で喋ってればよかったよ。というわけで、すみません、皆様、長々とお時間をいただきまして、ありがとうございました。というわけでですね、まあ、5月30日、こういうことが待っております。はい、で、5月の4日に実は奈良で、ちょっとミニライブをやるんですが、その時は私も、それは残念ながら売り切れてしまいましたので、まあ、それはそれということでございまして、で、奈良はまあ、ちょくちょく、実はもう去年、おととしあたりからかなり僕は奈良していますので、一つよろしくお願いいたします。またの機会で、またじゃあ遊びに参りますので、よろしくお願いいたします。スティーブ・エトーと申しました。じゃあバイバイすいませんありがとうございます。本当にありがとうございます。スティーブさん本当にありがとうございます。ありがとうございます。5月30日をぜひともね、薬師寺の方で演奏を行われるということですので、はい、もう本当に今この近くのねお店とかでもチケット扱ってるそうなんで、ぜひともね、はい、皆さんこのお饅頭ですが今これ放送中ですよね。ゆるい番組でして、いや、大概ゆるいですけど、このぐらいゆるいのもゆるいカメラは見送ってくる。僕と言いましょうか。
カメラが見送ってくれているのか、早く行けって言ってるのか、よくわからない。あ、記念撮影ですか。あ、この。あと10分すいません、なんかもう私あの舞い上がってしまいまして。あ、そうですね。あ、汗がすごい最後の最後にバスを乗せたんですね。汗かきました。スティーブさん、本当に帰っちゃった。いや、本当に、ね、大変貴重な50回になりました。ありがとうございます。え、僕いいです。やっぱりね、大橋さんの保護者として。声だけ出演で、お母さんです。みんなで行きます。キュッと、キュッと、みんなで。まだね、まだ、あれ宣伝どうぞ。大興奮の私だけが興奮してるような本間にちょっと、はい、いや、すごい本当ミラクルが起きたなと思ってるんですよ、自分の中でも。今日水曜日、なんか前回もね、本当、あ、でなんか宣伝があるということで、はい、全然みんな入らない。全然みんな入らない。あ、向きが、そうですね、カメラ。入るかな、この椅子。よいしょ、よいしょ。入るかな、入ったかな。はい、ありがとうございます。全員入るかな。すいません、江藤さんの後で宣伝するのもあれなんですけど、今週末、出口高齢ユニットのライブが神戸であります。見えないかな。
4月20日日曜日の18時30分スタートで、神戸六甲の駅近くのメイデンボヤジュというところで、流的奏者の出口光霊さんのユニットで、私も出演してます。よかったらぜひ来てください。 Facebook、ホームページ等で、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いします。超楽しいライブです。はい、はい、じゃあ お一人ずつ何か宣伝あれば。特にないです。先にですか、ライブ。あ、じゃあ、はい、あ、ちょっと待ってくださいね。青空バルの宣伝。ああ、ね、あ、青空バルね、10月26日にリベンジします。はい、またよろしくお願いします。今度こそ青空になります。はい、はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。僕はあの吉田康というアーティストのサポートでドラムをしているんですけれども、その吉田康のライブが5月31日難波のロケッツであります。よかったら皆さん来てください。はい、ありがとうございます。5月30日ですね。次の日だ。出ずっぱり。本当だ。夜です。ため息ですよ。いや、もうね、いつもこんな感じですか。面白い。いや、本当ね、ありがとうございます。もうそれしか出てこないんですけど。店の宣伝などぜひ。東向き、そうなんです。東向き商店街の、あの、はい、そうですね、ちょうど真ん中あたりで、真ん中あたりで、はい、カフェやってます。はい、土日だけなんですけど、はい、よかったら来てください。お名前はホテイヤです。あ、ホテイヤサロンドテホテイヤです。あ、ね、老舗ですよね。ぜひぜひ。2階です。2階やからちょっとね、はい、ちょっとこう上を、そう、上を見ながら歩いていただいたら、ね、看板が、うん、そうですね、ちっちゃいのが出てますので、ぜひ。そうですね、あのポスター貼っときますんで、はい、多分わかると思います。50のポーズ。はい、いきます。はい、もう一回いきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こっちか。いや、小林さんの真似したら、小林さんの真似こう、なんか だいぶだいぶだいぶさあと1分だよ。はい、ね、一本ぐらいになりましたか。はい、ということで、またね、51回、52回って続いていくと思いますが、皆様今後ともよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、はい、ということで、今日は本当にすごいね、貴重な回になりましたよね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、もう最後まで見ていただいた方、ありがとうございました。はい、今日のね、スペシャルゲスト、スティーブ・エトーさんでした。100回記念はもっと、もっとって、はい、もう、はい、ありがとうございました。はい、ということで、またお会いしましょう。
さようなら。さようなら。